対象を会計。へい毎度。霊夢ちゃんうち寿司屋じゃないのよ対象ってのやめて駄菓子屋のおばちゃんだから。ごめんなさい大統領。イエスウィーちゃん。だから何やらせんだよ。ちょっとネタが古い点はスルーしてあげてくださいね皆様。ってか動画開始 0.1 秒で突っ込みたかったんだけども、バランスすげえなおい。にしても好きねえコンポタージ、一気20本も食べて大丈夫？この上にもう3本ございます。大丈夫です。今日食べるのは9本で1本は来年の夏用なので。来年夏用？激しく意味がわからないのだが。まさかのこういうことだそうです。さあついに封印を解く日がやってまいりました。私から見て右側にございますのが、本日駄菓子屋で買ってきて、賞味期限は2023年の2月、約半年後の美味しい棒でございます。そしてこちらが去年購入、賞味期限は2022年の2月。半年も過ぎてるやんけ。さすがに、パッケージに何か変化があるとかはなさそうね。お主、何をするつもりだし。それじゃあ行こうかー。賞味期限前と賞味期限後のー。美味しい棒？味の違いはあるのかな？賞味期限切れた方は何か、体調に変化あるのかな？っていう自由研究です。そーん。視聴者様、面白、はちゃめちゃ自由研究。賞味期限1年過ぎたうまい棒と、賞味期限過ぎていないうまい棒。食べ比べ。いやまさかの実話で、しかも1年期限切れだったー。味の違いももちろん気になるけども、体に変化なかったのかも気になるレベルよね。それな。ということで今日は久しぶりに夏休みなので復活、第8回目の、視聴者様のとんでもない実話自由研究茶番、お楽しみください。いやー明日からついに夏休みだね。主、今年は計画的に夏休みの宿題、終わらせていくんだ。お、それは素晴らしい。ってことで早速明日から自由研究取り掛かろうと思って、ゆっくり山に昆虫採集行く予定なんだけどさ。お、楽しそうですね。どう？遊びも兼ねて一緒に行かん？ぜひぜひ、自由研究が昆虫採集か、まさに少年の夏休みって感じだね。あ、採集ってか、どっちが強いの？っていうバトル的な感じだけど。あ、なるほど、カブトムシ対クワガタムシみたいなね、面白そうだ。あ、主くんいたよカブトムシ。本当だ、やっぱかっこいいよな。じゃあもっと奥行こうか。ちょっと待った待った。どうかしたか？え、カブトムシは捕まえないの？てかてっきり昆虫バトルって言うから、カブトムシ、クワガタかと思ってたんだけど、あとはまあカマキリとかさ。いやいやいや違いますけども。じゃあズバリ聞くけども、今日は何を捕まえに来たの？はい、ズバリお答えしますけども。ミミズーと、イモムシーですけども。要するにこういうこと？ミミズさんとイモムシさんの世紀の一戦という認識であっておりますか？はい、その認識で間違いございません。いやなぜその選択になった？もっとふさわしい昆虫いくらでもいるじゃないの。視聴者様、面白、はちゃめちゃ自由研究。イモムシさんとミミズさん、真剣勝負。はい、主も役終わったんで激しく突っ込みます。なんでそのチョイスなの？なぜにここ2匹のくねくね対決にしたし、でもちょっと勝敗ってかどうなったか気になるなおい。ということで久々にやった視聴者様の自由研究茶番、まだ何回かやる予定なので。次回、お楽しみに、まだまだ皆様の面白自由研究聞きたいので、コメント欄で教えてねー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。